皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。欧米における子供向けの漫画やアニメを指すカートゥーン。カートゥーンの由来は新聞の風刺画コーナーで新聞の政治面で掲載されたものでした。風刺画は一コマ漫画のように説明文や漫画の吹き出しのようなセリフが書かれたもので、それがコミックの原型ともなり、今では子供向けのアニメをカートゥーンと表現するようになったのです。スーパーマンやバットマンのようなリアルな等身の作品も多くありますが、カートゥーン作品は子供向けの作品が多いため、キャラクターの等身が低く、顔のパーツや手足など体が誇張されて表現されることも多々あります。そういった誇張されたキャラクターデザインのカートゥーン作品といえば、パワーパフガールズ。この作品は日本でも非常に有名です。どの作品もキャラクターの作画やキャラクターの動かし方、作劇の仕方も日本のアニメ作品とは異なります。しかし近年、欧米のエンタメ業界が日本の影響を受けまくっているというのです。そんな現状に外国人たちからはすごい勢いで日本風作品が増えている。だから日本に勝てないんだよ、など厳しい声も。そこで今回は日本の影響を強く受ける欧米のエンタメ業界に関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私、スイがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただければ、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。近年、欧米のアニメーション作品で日本アニメ風の作品が増えてきており、日本の影響を受けすぎだと外国人たちの間で話題になっています。その中でも、アバター伝説の少年アンはアメリカのスタジオで制作されたテレビアニメシリーズですが、日本のアニメだと勘違いする人が続出するほど。この作品は明確に日本のアニメを意識して作られており、欧米のカートゥーンと日本のアニメを合体させた作風となっています。そして東アジア文化圏をイメージした世界設定や、キャラクターの能力などが特徴的です。キャラクターの能力やファンタジックな戦闘シーンは、日本のアニメ作品におけるバトルものや中華風ファンタジーといったジャンルにも当てはまり、確かに日本のアニメでもよく見られる設定といえます。日本アニメ風のキャラデザインや世界観を持つ欧米作品が増えたり、それらがヒットする背景には、日本のアニメの人気が高いという下地があってこそ。日本では日本の作品も欧米の作品もアニメと一括りにされることが多いのですが、欧米では日本産をアニメ、欧米で作られたものはカートゥーンとして明確に区別されているそうです。近年、増え続ける日本風カートゥーン作品に外国人たちは様々な思いをお持ちのようで、多くの声が寄せられていました。ここでそんな声の一部をご紹介していきたいと思います。日本で作られたアニメーション作品こそアニメであると言えると思う。だからアニメっぽい作品はただのアニメっぽい作品だ。マイアドベンチャー with スーパーマンが放映されてた時に、スーパーマンのアニメは見たって聞かれたけど、あれは日本産じゃないからアニメじゃないよとは言えなかったな。アニメとカートゥーンが同質化している感じがするね。日本が作る作品こそがアニメであり、欧米のカートゥーンはアニメらしさで日本には絶対勝てない。今時の欧米のカートゥーンがアニメっぽいだけであって、日本のアニメと同じではないよ。欧米の作品が日本の本場のアニメ作品に近づいていて、日本のアニメと見間違うほどの出来栄えなら、名誉アニメと言えそうね。日本人がどう思っているかはわからないけど、日本アニメ作品と日本産じゃないものの区別はすぐできるでしょう。日本に住んでいる人の方が、日本のアニメとそれ以外の雰囲気の差はわかりやすいと思うな。作品の雰囲気の差には外国人よりもアニメに触れた量が多い日本人の方が敏感だ。最近見た作品で最初は日本のアニメだと思ってたのが悪魔城ドラキュラ、キャッセルバニアだな。原案は確か日本のゲームだったからね。アバター伝説の少年アンはすごくアニメっぽかったから日本人が作った日本のアニメだと思っていたわ。アメリカ産の日本っぽいアートワークの作品も日本のアニメと同じジャンルとして考えても問題ないと思うよ。アメリカアニメではあるけど。最近のカートゥーンは日本のアニメに近いけど、どっちにしても全部面白い。だからアニメの素晴らしさを欧米のアニメが真似してるってことは、いいとこ取りしてると思えばいい。アメリカのアニメっていう意味で、アメリメという言葉が使われるくらいだから、日本アニメ風のスタイルにも、はっきりとしたジャンル名が必要だ。
アニメーション作品を指す言葉として日本で作られた作品だけがアニメだと思う。欧米の作品はカートゥーン。ちなみに中国ではドンファと呼ばれている。こう考えるとアニメを名乗れるのは日本の作品だけだよ。日本のアニメとして作られて、それが原作者の国に逆輸入されて人気になったムーミンがあるよね。あれは間違いなくカートゥーンじゃなくてアニメだ。ルビーは監督が日系人に当たるから日本のアニメと言えなくもないと思う。アニメの市場規模は年々増え続けており、ほぼ毎年過去最高を記録しています。海外市場は1兆4592億円と、国内市場と海外市場がほぼ並ぶほど大きくなっています。近い将来、海外の市場規模は国内を上回るものとされています。日本のアニメが年々世界的な人気の高まりを見せているということは、市場そのものの需要として日本アニメに対する需要が高いということの証明でもあります。もちろん、欧米エンタメとしてのカートゥーンは、かつては日本アニメとは違うものでしたが、日本アニメ風の作品の方が増えている以上、カートゥーン的な作品よりも人気であると判断されることもあるのかもしれません。先ほどご紹介したアバター伝説の少年アン以外にも、日本アニメの影響を強く受けた作品で顕著なのがルビー。ルビーはカートゥーンの絵柄とは全く違い、完全に日本のアニメキャラのようなキャラデザインで話題に。制作者の一人も日本のアニメ作品ブラックロックシューターや天元突破グレンラガンの影響を受けたと明言しています。ルビーはアニメを見慣れた日本人でも何も知らなければ日本で制作された作品だと勘違いしてしまうほどのもの。欧米作品の中でも特に日本アニメの影響を強く受けた作品と言えるでしょう。このようにカートゥーン作品の制作者自らが好きな日本アニメを挙げたり、作中にそのオマージュを入れることも多々あるほど。海外でも人気の高い名作、アキラのバイクシーンのパロディやオマージュについては、カートゥーン作品の中でもジャンルを問わず特に多く見られます。今では日本のアニメは制作からローカライズまでの時間が極めて短く、日本で流行しているアニメが内容もほぼそのまま、かつリアルタイムで海外で流行することもしばしばですが、昔は全く違いました。日本での放映から数年後に放映されるのが当たり前で、現地向けのローカライズの際に子供向けとして放映するために暴力表現や恋愛描写を削られたり、キャラ設定やストーリーすらも別物になってしまう作品も多くありました。それでも日本のアニメはあらゆるジャンルの作品が各国の国民的アニメとして知られています。1985年には超時空要塞マクロス、超時空騎団サザンクロス、機構創世記モスピーダーを一つのシリーズとして合体させたロボテックがアメリカで放映されました。日本で放映された原作とは全く異なるものの、本来なら削られてしまう暴力描写や恋愛描写をほぼ日本での表現と同じ状態で放映したこともあり、ロボテックは画期的な作品として名を馳せました。また、フィリピンで意外な人気を誇る日本アニメとしては、ボルテス5が現地で実写リメイクされるほど有名で、中東では1980年に放映が開始された UFO ロボグレンダイザーが大人気に。インドではお坊ちゃまくんが人気であり、中国ではちびまる子ちゃんが有名です。さらにフィンランドでは銀河、流れ星銀河、日本を代表する作品として知られていたりと、世界ではあらゆるジャンルの日本アニメがそれぞれの国や地域で意外な人気を誇ることも少なくありません。これらの昭和や平成の日本アニメを見て育った人々が親となり、子供に日本のアニメを見せたりすることで、若い世代にも日本のアニメが広く浸透していき、各国で様々な作品が人気となっているのです。このように、今や世界中のあらゆる世代の人々が慣れ親しむ日本のアニメ。日本アニメ風に作られた欧米の作品についての意見はまだまだ届いていますので、最後にそんな声をもう少しご紹介していきたいと思います。日本アニメ風の作品は評判がいいものが多い。日本のアニメに似せて作られた作品はクオリティが高くなるっていう事実を語っている。最近のカートゥーンはとても質が高い。日本のアニメと勘違いされるってことはつまりそういうことだ。日本アニメ風の作品は確かに面白い。だけど日本のアニメを模倣しているうちは本場の日本には勝てないと思うね。日本アニメ風だからかもしれないけど、アバター伝説の少年アンは面白いからおすすめ。日本人にも見てほしい作品だよ。
欧米で作られた作品がカートゥーンで、日本で作られた作品がアニメ。昔は全然違うものだったと思うけど、そっくりになってきたよね。僕は最近のカートゥーンは日本のアニメには似ていないと思う。どう考えても日本のアニメの方が質が上だから。日本のアニメっぽいジャンルはカートゥーンじゃなくて西洋アニメというジャンルになる。日本のアニメに似ているのは必然的なものだ。西洋アニメの完成度は日本のアニメにも迫るほどだ。アニメという枠組みに入れても全然大丈夫だろう。正直言って最近のカートゥーンは日本の影響を受けすぎだと思うな。そのおかげと言うべきか、大人向けの作品も増えてきていて、大人になってから見ていると言っても変な目で見られなくなったのはありがたいね。西洋で作られた日本のアニメ風の作品も全部アニメという括りでいいと思う。以前のカートゥーンとは違うのなら、なおさらそう呼ぶべきだ。昔から日本製のアニメでも原画とか制作過程の一部を海外委託しているんだから、日本アニメっていう括りも正直どうかと思うよ。特に日本人からすれば、日本の作風に近くなっているカートゥーンを日本産のアニメだと勘違いしちゃうんじゃないか。ここまで日本アニメを模倣した作品が増えているのなら、それは全部アニメと言えるよ。どこの国で作られたのか考慮の必要はないと思うね。日本アニメの影響を公式に認めているカートゥーン作品といえば、僕はブーンドックスを思い浮かべるよ。日本風の作品が増えるのは別に悪いことじゃない。日本のアニメを見慣れている人からすれば、欧米のカートゥーンか日本のアニメかはすぐわかると思う。最近の日本風のものを含めて、カートゥーンとアニメじゃ全然違うし、アニメと同じ土俵には立てないと思う。アニメそのものが一つのスタイルだから、日本のアニメとか欧米のカートゥーンという括りではなくなってきていると考えるべきだ。日本以外で作られた作品もアニメとして見ればいい。日本人はアメリカで作られたカートゥーンのことをアメリカのアニメと呼ぶ場合がほとんどだよ。日本人からすればカートゥーンも一括りにアニメなんだ。日本のアニメの影響なんて受けずに作られた西洋のアニメーション作品なんて、実はもうほとんどないのかもしれないわね。日本政府が日本で制作したアニメーション作品以外はアニメとは呼ばないと宣言しない限り、日本っぽい作風のカートゥーンもアニメっていう括りで問題ないと思う。作風が似ているのならカートゥーンとは言いづらい。アニメもカートゥーンも今やどちらも子供向け作品と大人向け作品がある。だから結局ほぼ同じ。日本人の知り合いはアニメとカートゥーンではなく、日本のアニメか欧米のアニメかの違いだと言っていたよ。つまり日本人からすればどっちもアニメだよ。アニメは日本が世界に誇る文化であり、産業の一つとしても確固たる地位を築いています。その日本アニメを模倣し踏襲する形で、欧米のカートゥーンに新たなアニメ風の作品が増えてきました。日本のアニメに大きな影響を受けたクリエイターが数多くいることからも、表現手法や市場規模も含め、海外のクリエイターにとって日本のアニメを完全に無視して制作されることはほぼないとすら言えるかもしれません。世界的な需要というだけでなく、日本のアニメのことが大好きであったり、大きな影響を受けてきたクリエイター自身の手で日本アニメのスタイルを踏襲した海外作品はこれからも多数作られていくことでしょう。いかがでしたか？ぜひコメントで皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。